カレン族は、台北部、西部から、ミャンマー東部、南部にかけて居住する、カレン系言語を母語とする産地民の総称である。抗義には、カレン2位などのカレン系所属すべてを含み、競議には、スゴーカレンとポーカレンを中心とする白カレングループが、主なカレン族とみなされる。伝統的には、反農反狩猟である。カレンという故称は、 ミャンマーやタイで彼らに対して用いられる多少を英語化したもので、ビルマ語ではカイン、タイ語ではカリアンと呼ばれている。これらの多少は教育を受けた人でなければ自分たちの故障であると認識するカレンは少ない。ボーカレン語ではプロウン、スゴー、カレン語ではパグニョと呼ぶように、カレン族の自称は地域や言語グループによって様々である。 タイでは一部の知識人の間では、パグニオで一般化している。常日のようにカレン族は総称であるため、その社会、文化の特性は多様である。スゴーカレンとポーカレンに関して言えば、山の中原の川沿いに居住域を設け、焼き畑と水田工作を営んでいる。各村には、水戸大地の主と呼ばれる守護霊のための儀礼を統括する世襲のリーダーがおり、 村の決め事の中心ともなる。スゴーモポーモ親族は、そう形的で、不母両側をたどるが、母系をジェクトした、ソレイ儀礼が、社会、生活上重要な位置を占めている。これらの精霊、ソレイ信仰が生活の核をなす一方で、キリスト教、仏教信仰も、カレンの民族形成上重要なものとなっている。カレン族は、ロングハウスと呼ばれる長屋形式の高床式。 共同住居に複数世帯が居住する。未婚の女性は白いワンピースの民族衣装を着用し、カヤン族のように過度な装飾をするグループがいる。言語学から見た現在のカレン系言語話者の分布から最も古いカレン系言語の分布地はミャンマーのシャン州南部と見られている。一方、カレンは中国製南部から南下してきたという伝承に基づいた説が ミャンマーのカレンナショナリストたちの共有する公式見解となっている。歴史的にカレン族に属する民族は制御や居住地によってここに統治されてきた。19世紀になり、ミャンマーの植民地化とキリスト教宣教活動を通してカレン族の総称が認知され、現在の童貞が固まった。一方、タイでは20世紀に 国家の近代化が進む過程で、産地民族という用語が用いられるようになり、1950年代の産地民政策の対象として、カレン族を含む6つの民族が数えられるようになった。ミャンマーでは、ミャンマー連邦の構成員たる135民族の、うち、カヤー、ザイエイン、カヤン、ゲイコ、ゲイバー、ブレー、マヌ、マノー、インタレー、インボー、カイン、カインピュー、 パレーチー、モンカイン、スゴー、タレーボワ、パクー、ボエ、モーネーボワ、モーボワ、シュウ、パオの21民族がカレン系民族に属する。しかし、このリストは、スゴーやシュウを含む総称であるところのカインを、カイグループ名と同等に並べてしまっている等の点で、大きな問題を抱える。ミャンマー側における最も競技のカレン族は、スゴーと、シュウである。カヤーやパオ、 主張族として知られるパダウンなどは一般的に別個の民族とみなされる。白カレン、赤カレン、黒カレンといった用語は特定種族を指す故障ではない点留意されたい。以下に紹介するのはタイ側における民間分類である。ミャンマー側では赤カレンといえばカレンニー族のことを指す。同じくミャンマー側で白カレンと呼ばれるのは ペグー山脈に住む産地スゴーカレンのことである。また、ミャンマー側で、黒カレンというのは、文句メール系言語を話すリアン族のことである。ミャンマー側における民間分類とカレン継承民族の言語学的検知による正確な分類については、新谷忠彦に詳しい。ミャンマーでは1947年の独立以来、カレン民族同盟のカレン民族解放軍を呼び、 カレンニー民族進歩党のカレンニー軍が軍事政権国家平和発展協議会及び民主カレン仏教と軍に対して国境地域にあるコー高イ解放区の独立闘争を行っている。1984年以来、ニュー参加の難民委員会の援助によって戦乱を避けてタイに流入した難民は1980年から90年にかけてのタイ経済の好調に乗って 安価な労働力を提供した。1990年に欧米の投資によって単二体観光を通過する天然ガスパイプライン計画が持ち上がり、市民を強制移住させた上でのニュー総統作戦が開始され、さらに多くの難民が発生した。1995年はマナプロにあったニュー本部は総統され、その兵力は半減した。マヌプロを陥落後に、 難民は急増し、1998年には国連によってタイの西側2カ所に難民キャンプが設けられた。2011年の調査報告によるとタイとミャンマーの国境付近には14万人以上の難民が約30年にわたって滞在していた。国連難民高等弁務官では難民問題解消のために難民キャンプ当時国以外への移住を推進する 第三国定住プログラムを世界的に展開しており、2011年時点での移住候補難民は出身国別で見ると、ミャンマーが最大の2万1,290名、続いてイラクの1万9,994名、ソマリアの1万5,719名となっている。定住先はアメリカ合衆国が満単位と圧倒的に多いものの、日本でも2010年から試験的に、 第三国定住プログラムの受け入れ国として事業に協力しており2012年11月までに45名を受け入れている。また2016年にはタイ政府とミャンマー政府間で難民の任意期間計画が合意に達している。この期間にも UNHCR が両国政府の中介役として支援参加している。その後2019年2月には700名強が ミャンマーに帰還しているものの2019年7月時点でミャンマー難民は未だ約9万6千名に上り9カ所の収容所に分かれて暮らしている難民の大多数は白カ連続赤カ連続およびビルマ族で構成されているタイとミャンマーの国境沿いにある最大のメラ 難民キャンプを例にとると、2008年時点の難民数は4万3000名に達していたが、2019年7月時点では約3万5000名まで減少している。国外に脱出したカレン族の中には、国際社会にミャンマーの現状を伝える外部圧力団体として活動している人々もいる。現在、バルチャウン川下流のサルウィン川にも大型水力、 ダムハッジーダム建設計画が出ており、さらに大規模な民族浄化につながる懸念が出ている。主にカレン族が居住する難民キャンプは7カ所ある。ウィキメディアコモンズにはカレン族に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。